Spinner。味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第88回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。はい、今回は前回に引き続き2月といえばなチョコレート会をお届けしたいのですが、今週もチョコレートジャーナリストの市川あゆみさんをお迎えしてお届けしてまいります。あゆみさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、もう前回もめちゃめちゃ楽しくて幸せだったんですけれども、うん、今回はあゆみさん5歳からチョコ愛好家ということで、はい、あゆみさんのチョコ愛ヒストリーみたいなものだったりとか、あゆみさんならではのこうチョコパーマネントコレクションみたいなものだったりとか、はい、あとまあちょっと一緒に今食べたいチョコみたいな、うわ、まあ、いっぱいあるわ、いっぱいあるな、これ大変ですね。はい、はい、もうちょっといろいろ聞きたいことがありますので、何卒よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで、あゆみさん、その5歳からチョコ愛好家ってすごいキャリアだなと思ってキャリア長いでしょ。はい、きっかけは何だったんですか。そのきっかけがですね、うん、古い記憶なんですけど、うちの祖父ですね、はい、おじいちゃんがとってもチョコが好き で、はい、で私にチョコをねよく買ってくれたんですよ。へで、初めてチョコ食べた時のこと本当によく覚えてるんですけれどもね、こんな美味しいものがあるんだって感じ。雷に打たれた。うん、なのでよく言うんですけど、それまでモノクロだった世界が、うん、バーってカラーになったみたいになって躍動し始めたんですよ。それは恋ですね。恋なのかなこれ、うん、恋なんだ恋かも愛かも、うん、でそれでもすごく嬉しくなっちゃって、はい、多分その時 の笑顔たるやすごかったかもしれないんですね。そしたらもう祖父はやっぱり寡黙な人だったんですけれども、やっぱ可愛いじゃないですか、ちっちゃい女の子がね、孫が喜ぶと、それでいつもチョコレート買ってくれるようになって、でそのために私が飛び上がって喜ぶみたいな、結構元気な子だったので、はい、それでどんどんチョコをもらって、自分のチョコ箱みたいなのを作っていて、うん、チョコレート箱にどんどんそれを貯めていって、毎日3回か4回開けたり閉めたりして、かわいい、あ、まだあるとか、あ、まだこんなにあるみたいなことをやって幸せを感じていた記憶が、はい、5歳から結構小さい時は長いですね。あ、でも羨ましいです。なんかおじいちゃんとかがくれるものって意外と、なんか私とかすごいお赤飯好きだって勘違いされてて、うん、もう常にお赤飯をめっちゃくれるみたいなそれいいないや、もう今となっては嬉しいんですけど、はい、あ、お赤飯よりチョコが良かったなって今思いました。あ、そのお赤飯はお赤飯でちょっと面白いお話ですけどうちの、ね、祖父がね本当にチョコ好きだったみたいで、そうなんですね、また嬉しそうな顔でくれるんですよ。フェ、うん、ルタースオリジナルだな、それは風景としてはそうかも。じゃあなんかあれですかね、はい、お菓子、いわゆるチョコ菓子みたいなもの、そのコンビニとかスーパーとかで買えるものも子供の頃からお好きだったんですか。そうですね、うん、私の子供の頃はそんな高級チョコレートというものは日本にまだ上陸していなかったので、うん、スーパーマーケットとかで買えるようなチョコレートばっかりですよ、うん、例えば明治、森永、ロッテの板チョコ、うんうん、で純チョコっていうか、その、混ざりっ気のないチョコが好きだから、うん、そっか、こうクッキーとかスナックが主でちょっとチョコがついてるっていうのは
あの邪道だなって感じで、歩みを騙されないよっつって そんなものにはなびかないよ、そっちじゃないみたいなことを、あの今度はおばあちゃんですね、祖母がいろいろまた買ってきてくれるんだけど、おばあちゃんが買ってきてくれると、そういうのじゃないんだけどとか言って、ちゃんとチョコだけの買ってきてとか言って買ってきてもらうということで、まあ、赤色ってのガーナとか、黄色い明治 あのミルクチョコレートとか、あと茶色の森永のチョコレートとかね、いろいろ買っていましたね。いちごのチョコとかも好きだったな。板チョコ派、私はエンジェルパイ。エンジェルパイは別格ですよ。あれなんか別枠。でも本当すごいですよね。すごいあれはね。どうなんだろうあれ。あの純チョコレート派なんだけど、エンジェルパイは別枠。もう特別枠なんだ。特別枠で、はい、あれがあるとあのすごくスペシャルな気持ちになってました。チョコパイとエンジェルパイどっち派ですか？今は、両方いいな。ちょっと難しい質問をされたいな。難しすぎるかもしれない。だけど最近よく食べてるのはチョコパイです。今でも食べてらっしゃるんですね。食べてます。信頼できるな。チョコパイは絶対年末年始にあの、大きいパック買うやつじゃないですか。年末年始のおこもりにね。そう絶対こう。そうそうそう、あれは必ず買っていて、はいはい、あのチョコパイってあのパーマネントコレクションの一つなんですけれども、私のこれどういうことかというと、昔私はバンドやってたんですけど、大学生の時とか、もう絶対あの練習の時はあの一箱買っているとか、あとは勉強する時もね、あの買ってたりとかね、あとはあの放送局で仕事してた時も必ずデスクにあるとかね、まあ定番だったんですよ。で、あのある時気づいたんですね。チョコパイってすごく面白くて、あのチョコパイを構成する要素自体は割と普通なんですよ、例えばチョコパイ あのコーティングしてあるチョコだけを味わうと、まあ、普通にチョコ美味しいね。確かに。でその生地の部分ですね、生地の部分だけ食べてもまあまあ普通に美味しいねってなって、クリームもしっかりなんだけど、全部一緒になると神がかってるんですよ。わかる。わかります。1個ずつ食べても 1+1+1 な感じなんだけど、もうでもチョコパイのなんか重ね合わせ方になると、もうミラクル無限大みたいな。ですよね、やっぱさきこちゃんもそう思う。わかる。だからこれは神がかってるなと思って、しかも冷蔵庫に入れたらパリッとなって美味しいし、まあ普通の時に常温でも美味しいし、あれどうしてあんなに1個でやめられなくて2個開けちゃうんだろう。なんかあれはなんか絶対こう何あれ、あの私たちの預かり知らない何かの権力みたいな、なんか組織とかが動いているレベルの美味しさ。そうで、あの実は咲子ちゃんと同じことを思ってて、はい、この間ロッテの人に取材させてくださいってお願いしちゃいましたもん。本当ですか。そしたらぜひ来てくださいって言ってくださったから、ちょっとこの秘密が分かったら咲子ちゃんに連絡する。あ、解き明かしてください。わかりました。ありがとうございます。パーマネントコレクションチョコパイ。エンジェルパイもね大好きでしたよ。じゃあそこから こうちょっと高級なチョコレートみたいなところの入り口って何のチョコだったんですか？はい、あのこれは今お店なくなっちゃったんですけど、ミシェルショーダンっていうブランドが、知らないでしょ、あの今ね銀座6になってしまっているんですけれど、あそこに松坂屋があったんですよ、かつて、でそこの地下1階にミシェルショーダンっていうブランドがあって、であのパリに本店があるんですけどね、そこの、まあ、パリのチョコレートを初めて90年代半ばぐらいだと思いますけど食べた時にってなって、すごい動揺のあまり今その時の感覚を思い出して、ってマイクから10センチぐらい遠のいたんですけど、ってなってしばらくなんかね固まったぐらい美味しいと思って。何がそんなに美味しかったんだろう。だからその当時まだゴディバのような、まあ、さっきあの前回ですね、ガリゴリっとしたような大きいチョコレート、あとは賞味期限の長いチョコレートばっかり私は食べて喜んでたんですけど、その時に初めてパリ風のフレッシュなチョコレートに出会ったわけです。なるほどだ。コーティングが薄い、で中がものすごい滑らかでフレッシュ、賞味期限短い、もうこの口溶け何みたいな、ムースみたいみたいな感じ でそこにお酒が入っているものもあって、もうその立ち上り方が
シューって消える感じ口の中で。今当たり前になってますけれども、当時初めて食べた時にこんなチョコレートがパリにあるのかと思って感動したという、うん、それがミシェル・ショーダンさんという方のチョコレートですが、はいはい、彼はラ・メゾン・ドゥ・ショコラの初期の、ショコラティエさんです。なんとルノートルにもいらっしゃいました。あ、そうなんですね。フランスのまあ、最も重要なチョコレート職人の一人 でミッシェル・ショーダンというブランドがあったんですが、はい、あの彼はもう引退されまして、でそしてメゾン・ショーダンという名前で今もパリにお店があります。そうなんですね、はい。じゃあいっぱいこう名だたるそのショコラティエの方とかもそのミッシェル・ショーダンのチョコレートに影響を受けたりとかしてるんですか？そうなんですよ。でその話でいくと、うん、あのアラン・デュカスさんに、はいはい、あのちょうどあのこのね欅坂にもお店のあるル・ショコラ・アラン・デュカスというブランドがあるんですが、はいはい、それが5年前に日本上陸した時にアラン・デュカスさんが来日して、うんうん、で私がインタビューしたんですね。その時にどうしてデュカスさんがチョコレートのお店やるんですかって伺ったら、うんうん、ミッシェル・ショーダンの仕事を垣間見て、うんうん、魂が震えるような感動を覚えてチョコレート店を始めたんだって。私プロがプロの心を動かす話大好き。うわーと思ってえ、ショーダンさんの名前が出てくるなんて全く予期してなくて、ってなって、で、うん、私もショーダンさんのチョコを食べて、まあ、こんな仕事をしてるようなものですから、うん、なんかあのほとんどないデュカスさんとの共通点を見つけたいやいやいや、いっぱいあると思いますけどいやであのデュカスさんとの共通点、ショーダンさんだったんだというね。あの今あまりご存じない方多いかもしれませんが、ミシェル・ショーダンさんというのはもう本当にチョコレートの歴史を紐解けばあの必ず出てくる重要なチョコレート職人さんですよ。はい、テストに出ます。はい、テストに出ます押さえておいてください。ありがとうございます。はい、でも他にもいろいろありますよね、きっと。これが私のなんか心に響いたチョコレートみたいな、もういっぱいありすぎて困るんですけど、あの2000年ぐらいにたくさんチョコレートブランドができてきたんですよね。あ、その時期なんですね。あの2000年ぐらいがちょうど高級チョコレートブームみたいな感じになってきて、サロンデショコラも2003年に始まっているんですね。2001年がピエール・マルコリーニでしょ、2002年がジャンポレバンでしょ、2003年サロショでしょみたいな感じですね。あとこの欅坂ですよ、今思い出したんですけど、ここ欅坂のスタジオです。はい、欅坂スタジオからお送りしておりますそうですね、今欅坂スタジオから窓の外を眺めますとですね、はい、綺麗なイルミネーションが、はい、あの輝いてますけれども、はい、ちょうどあの辺にですねル・ショコラド・アッシュというお店があったんですよ。辻口シェフ。そうです。はで、あの六本木ヒルズのオープンとともにできたル・ショコラド・アッシュというブランドがめちゃくちゃかっこよくて、もうそういうブランドがなかったんですね。そっか、うん、全部外資系みたいな。そう、あとはあのなんかこう温かな感じ、クラシカルな感じ、 なんかこうグルメ軸みたいな感じですごく美味しいチョコレートで、まあなんだろうな、オレンジとか茶色みたいな感じのだったんだけど、辻口さんのところのチョコレートはなんていうんだろうな、クールでスタイリッシュだったんですよ。こうリップスティックのようなあの箱に入ったチョコレートのお菓子とか見たことある。であのオペラのトップが、普通オペラってあのゴールドじゃないですか、ケーキのトップ、そうですね、それがシルバーだったりとか、分かる、なんかすごいシルバーなイメージがあって。そうでしょ、勝手になんかターミネーターっぽいなみたいなこと思ってたけど違いましたね。ごめんなさい、でもちょっとそっち系かもしれない、かっこいいですね、ね、なんかすごい、でかっこいい、そのクールでかっこいい感じっていうのがなくて、本当によく通いまして、まあ、それがきっかけになって2003年にあの、まあ、辻口さんのそのお店がきっかけになって2003年にブログを書こうかなと思ったのが最初で、そうなんですね、まあ、そのブログからこういうふうに私は仕事になっているので、辻口さんの、ね、お店っていうのは思い入れがあって、この欅坂というのも思い入れ深いですね。あ、そうなんですね、でもこの最後の日にっていう気になる、その話いいでしょ、ぜひぜひちょっとそれもしてください、あのアンアンの話あの、そうなんですよ、あの
2006年じゃないかな、あの欅坂のお店っていうのは2006年にクローズして銀座に移転したんですね、うんうん、なるほど。そうそう、でもあの、まあ、思い入れもありますしよく通いましたしね、最終日っていうのはもう私にとって思い入れがもう強すぎて、うん、あの閉まる日は何としてもお店に行こうと思っていたのに、うんうん、そういう日に限ってもギリギリまで仕事がいっぱいで行けなかったんですよ。なるほど。でも閉店時間過ぎてしまったんだけど、それでも行きたくて、うん、もうねこの坂急でしょ、うんうん、走って閉店過ぎちゃったけど欅坂を走る歩みという感じで走っていったら、うん、ガラスの向こうに辻口さんがスタッフの方とミーティングしてるような感じでね、多分お店が終わってお疲れ様でしたみたいなことやってるのが見えて、なんか映画みたいにこうガラスに張り付いて見てたんですよ、こうやって。そしたら手招きしてくださって、うん、あ市川さんとか言って入ってって入れてくださってね、うん、それで今までありがとうねって言って、あのお店の中に誰でも読んでいいように彼の自伝のスーパーパティシエ物語という本があったんですよ。あれをあの私も何度もカフェスペースで読んでました。でそのみんなが読んだ本をあゆみさんにあげるので、また今度ね新しいお店がオープンしたら来てねって、市川さんありがとうねって言ってサインしてくれたの。もうなんかいろんなショコラの名シーンに市川さんは立ち会い続けてるんですね、うん、でもだから六本木の欅坂のルショコラドアッシュの本当に最後のお客さんだったんですけど、そのパティシエ物語という自伝ももう宝物みたいに持っていて、銀座がオープンしていった時もまたその本を持っていって、うん、もう一回サインしてもらったりとかしてそして人生は続くみたいな。 そして辻口さんの映画にもね出させていただいたりして、そうなんですね、はい、思い入れは本当に深いですね。いやもう本当にあゆみさんの人生イコールあのチョコレートの歴史みたいな感じになってるくらいの感じだわ。だから本当にあの5歳からチョコレートが好きで、あのチョコレートとは友達みたいにして生きてきてるんですけど、あの考えてみるとチョコレートってたくさんいろんな人を私に連れてきてくれるんですね。素敵。でいろんなとこに連れてってくれるんですね。面白いなと思って。だってあれですよ、さきこちゃんと会ったのだってどもりでサロショでしょ。そっか、そうですよ、確かにチョコきっかけだ。チョコきっかけでさきこちゃんともね会ってるし、いい友達だなと思います。チョコレートはチョコレートは友達、友達です。いいな、どんどん綺麗になっていくしどんどん進化していくし、いい友達ですね。目が離せないし、でも依存はしません。自立した友人同士、チョコも自立してるし、私も自立しながらいい関係で長く、はい、お付き合いしています。何のこっちゃ、いや素晴らしいです。でもそう考えると多分たくさんチョコレートの方もそうやって愛してくれる人の方に寄ってくると思うんで、どんどん新しいチョコレートもたくさんやってくると思うんですけど、はい、こう最近なんか市川さんもとにやってきたチョコレート今日連れてきてくださってるということで、はい、はい、あのいっぱいあの大きい袋に入れてですね連れてきまして、今この目の前にたくさんのチョコレートが並んでます。嬉しい。どんなチョコレート今日おすすめしてくださるんでしょうか。あのこの季節ですね、特に私の仕事場にはもうすごいたくさんの、はい、もうすごいたくさんのチョコレートがやってきて、ヤマト運輸さんでいいのかな、運送業者さんもサンタクロースみたいにですね、あのやってくるシーズンなんですが、その中から今回は、あのクラフトチョコレートを選んで持ってきてみました。素晴らしい、はい、ありがとうございます。クラフトチョコレートっていうのはあの2000年ぐらいにアメリカで生まれたムーブメントなんですけど、日本でも2010年ぐらいからね、全国各地に小規模なカカオ豆からチョコレートを作るブランドがたくさんできていて、その中のいくつかを持ってきてみたんですけど、まず一つ目、この六角形のチョコレートをご覧ください。超かわいいです。牛尾チョコラトルというですね、ブランドなんですけど、あのクラフトチョコレートビーントゥーバーとも言われますけれども、そういう世界ではもうすごい人気の有名ブランドです。名前だけ知ってるけど食べたことがない。私もさきこちゃんと一緒に食べようと思って、まだ食べたことがないものも持ってきたので、一緒に食べましょうということなんですが、あの広島のですね尾道市というところにあります、で尾道
の、 あの駅から船に乗って100円で船に乗って5分ぐらいで向島というところに着くんですけど、うん、その向島からタクシーで15分かけて一番向こう側の山の中腹まで行かないとない店です。そんなアクセスめっちゃ遠いです。へ、行かれたんですね。行きましたけど、こんなところに普通お店を出す人っていないよねってところになります。多分鳥とかしか来ないよねっていうところなんですけど、まあ、そのブランドのもので、はい、この2つをご紹介と言いますか、食べてみませんかということなんですけど、いつも新作私は楽しみにしていて、これどういうものかというと、うんうん、醤油かすチョコレート。醤油かす、醤油かすというものはだいたい捨てられてしまうか、うんうん、まあ、飼料になったりするようなものらしいんですけれども、うんうん、それをチョコレートに使ったらどうだろうということで新作にされたというものなんですね。です、食べましょう。わー、美味しそう。食べましょう。こう六角形になっているチョコレートバーで、このパッケージもこの醤油を作っているところの関係者さんのイラストだっていうところなんですけど、あー醤油の香りしますよ。で、醤油かすチョコレートのホワイトと、ベトナムチョコレートですからビターとあって、今さきこちゃんが割ったのがビターの方でベトナムのカカオを使っているということなんですね。いただきます。はい、んー、ちょっと私も食べてみたい。新作だからもう本当楽しみにしてました。んー、んー、あの何、あのカカオの鮮やかな感じと、うん、この醤油の赤っぽい感じっていうか、わかる、赤っぽい、うんうんうん、なんかこの褐色な感じがボワっていうのがこうシンクロします。するする、うん、すごくフルーティーなんだけど、うん、だから褐色のちょっと紫っぽい、なんていうのかな、あー美味しいですね。美味しいです。醤油感とベトナムのカカオのフルーティー感がマッチして、うん、これは醤油かすを捨てないでチョコにしてもいいなって感じありますね。意味がある、うんうん、なんかこういうサスティナブルなものって入れても入れなくても良かったんじゃないかなってなっちゃうとちょっと残念というかあると思うんですけど、でもめちゃめちゃこれは美味しいです。すごい、これも食べよう。もう次から次から次へと。ホワイトの方もちょっと食べようかななんて。そんなことやってていいんですか。ちょっとだけ食べたい、うん、ホワイトの方はあの自家製のホワイトチョコレートですからカカオバターですね。見てください、なんか醤油かすの形が見えます。本当な、ね、大豆なんですよね。クッキー&クリームみたい。本当本当、ちょっと食べます、うん、はい、ありがとうございます。んうん、しょっぱさがいいかも、ありですね、うん、白い方、うんうん、あの甘じょっぱいのっていいですね、うん、ホワイトチョコに合うんだ。なんか私今一瞬迷子になってました。迷子ってかいい意味でなんかふわーってこのホワイトチョコの世界に絡め取られててでも中からどんどん塩気が出てきますね。そうですね、あのホワイトチョコっていうのはカカオバターですから、お口に入れるとすぐ溶けるんですよね、うんうん、なのでこうずっと溶けていく向こうに醤油かすがしょっぱく甘じょっぱくやってきて、うんうん、今まで食べたことのないものを食べたって感じがします。本当そんな感じします。本当もやの白いもやの中から、あと後ろからなんかズンズンズンって醤油さんが、醤油かすくんが醤油かすくんがズンズンズンって歩いてくる感じがしました、うん、おもろ、あ面白いですね、まあ、そういうような新しいものを作っている、あの塩チョコラトルさんはこういう風に可愛いこう広島のレモンを使った絶対美味しい、レモンのチョコとかこういういろいろな可愛いパッケージのものを出していて、うんうんうん、もう本当にどれも面白い。うーん、この話だけですごい長くなるから次に行った方がいいかもしれない聞きたいけど聞きたい、でも、うん、これぐらいちょっと行きましょう。
あとはもう一つクラフトチョコレートなんですが、鹿児島県の鹿屋市っていうところがあって、うんうん、あのこれもねなかなか牛尾チョコレートでもびっくりの遠いところなんですけれど鹿児島空港からだいぶありますけどね、キートスというブランドのクラフトチョコレートです、うん、これは鹿児島だけにこのように桜島の形をしたチョコレートなんですよ。わーかわいい、かわいいでしょ、超かわいいです、かわいいですね。これはあの、どういうチョコレートかっていうと、あのこれもカカオからチョコレートまでの工程を全部スタッフの方がやっていて、うんうん、あの廃校になった小学校があって、うんうんうん、そこの一室をあの給食室だったところをチョコレートブランドにしているというところですね。でここの特徴は障害をお持ちの皆さんがすごく丁寧に全工程を手掛けていらっしゃることなんですね。素晴らしい。で私もその様子を見に行ったんですけど、うん、もうとってもおしゃれな工房で、とってもおしゃれなコスチュームで、皆さんがもう熱心にあのカカオの外皮をピンセットでこう目で見ながらもう丁寧に丁寧に取って、あとはパッケージも綺麗に包むのが得意な子が綺麗に包んで、このイラストも全部スタッフの方が描いてるんですよ。めちゃくちゃ素敵ですね。めっちゃ可愛いんだけど、可愛いですよね。ハンカチだったら買いたいくらい可愛い、ね、こういうのもそういうスタッフの絵が得意な子が描いていたりして、あとこれあえて段ボール持ってきたんですけど、うんうん、こうやってあのオーダーすると段ボールに入れて配送されてくるんだけど、うん、この箱にも全部スタッフの子たちがイラストをサインペンで描いてるんですよ。かわいい、かわいくない？お花が描いてある。このこっち側は小っちゃいお花だけど裏側が大きいお花とか、かわいい、かわいいんですよ。で、まあ、こういうようなとっても愛のあるチョコレートブランドで、これはあなんかね、うん、あのアジナ副音声を、うん、あのよく聞いてるっておっしゃって、本当に嬉しいって言ってましたよ。これはちょっと今日喋ってる暇がないので差し上げ、うん、じゃあなんかこのですね、例えばコスタリカ産のチョコレートをいただきます、はい、すっごく可愛いパッケージなんですね。このイラストもあの目にかかりましたけれども、本当に素敵なスタッフの皆さんが書いてるんですよ。素晴らしい、うん、だからいろいろな方にそれぞれの才能があって個性があって、うんうん、そういうことがチョコレート作りのそれぞれのプロセスで生かされるっていうのはとっても素敵なことだと思いますね。でそれ袋を開けるとまたなんかいろんなことが書いてあるでしょ。そうです、あのキートスとはフィンランド語でありがとうの意味って言って、すごいあの素敵なメッセージが書いてあります。はい、へー、虹色のようなパッケージ、本当ですね。はい、あすごく胸がなんかいっぱいになります。これがまたその食の力ですよね。そうなんです、なんかこうやっていろんな人をつなげて。で私がこのチョコレートブランドが好きなのはなぜ好きなのかというと、一番好きな理由は、はい、チョコレートが美味しいことです。本当に素晴らしい、美味しいです。あの様々な工程を経てカカオ豆というのはチョコレートになるんだけど、うん、その全工程でスタッフの皆さんがこんなに真剣に丁寧に丁寧に仕事をしているなら美味しいに違いないっていうことを、あの実際に現地に行って取材してきました。あのカカオ豆の外皮と皮ですね、はい、それがなるべく残らない方がチョコレートというのは雑味がなくなって美味しいんですね。それももうね本当に真剣に取ってくださってるんですよ、ピンセットで。もう感動して、うん、もうこれは美味しいに違いないと。うわ、でいつまでたってもチョコレート作りは終わりがないっていうふうにおっしゃって、天気によっても違うし、うん、気候によっても違うし、今日はこれぐらいの温度がいいかな、カカオ豆が今日こういうのだからこうした方がいいのかなっていうのを一生懸命考えてくださってる。そうやって作られたチョコレート、いただきます。いただきます。うん、なんか晴れ渡る空って感じします。超快晴、うん、スカーンって感じする。晴れ渡ってきました本当にあの綺麗な酸味とともに、なんでしょうね、このスパイシーな感じ。うん、本当に酸味が綺麗で雑味がないんですよ。嫌な酸味じゃないです。そうそうそう、うん、あとなんでこんなちゃんと滑らかなんですか。それはね、スタッフの皆さんが丁寧に作業をしているからです、うん、いつも研究してるんですって。そうなんだ、
いつも今日よりも美味しくなるようにっていう風に考えていて、会議とか開いてるんですよ。キートスの皆さんありがとうございます。キートスの皆さんありがとう。みんなぜひ買ってほしい。これみんなオンラインサイトチェックしてください、ね、ぜひ、はい、あの黄色とか赤とかこういう黒とかね、いろんなパッケージがあって、めちゃくちゃ可愛いので、いいな、いつか私も工房お邪魔してみたいです。あ、ぜひ行ってみてください。本当にあのおしゃれなので、どこを写真撮ってもフォトジェニック、はい、っていうのも楽しいと思います。素晴らしい。遠方からいらっしゃる方も多いそうですよ。素晴らしいプロダクト、うん、桜島が綺麗に見えるんだ、そのお店から。ありがとうございます。ありがとうございます。アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで前回に引き続きチョコレートジャーナリストの市川あゆみさんを迎えてお送りしましたが、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとまだまだ紹介していただきたいチョコレートいろいろあるということで、うん、最後にもう一個だけお願いしてもいいですか。はい、もう一個だけいきましょうか、はい、ル・フルーブというブランドがあるんですよ。こちらがですね、はい、あんまり生えないんですよ、うんうん、チョコレート自体は、うん、でも生えないからといって素通りしてしまってはもったいないぐらい、もうエクストラオーディナリーにこだわってるんですよ、うん。だから私はシェフと話がいつも止まらなくなるんですが、うんうん、そんなル・フルーブのチョコレートなんですけれどもね、はい、あの自家製の蜂蜜があるんです。え、蜂蜜から養蜂している。つまり養蜂もされてるんですね。で、そうだから、その自家製蜂蜜を使った、なんか見るからに派手じゃないけど、本当にちょっとオーラがある、簡素だけど本当に味わうとカラフルなんですよ。うわー、すごくめちゃくちゃクロートな視点、まあ、そういうものが好きなんですけどね。素晴らしい。その中でじゃあ一つ、蜂蜜シトロンというものがあって、私シトロン系大好きなのでいいんですか。はい。あ、うわ、もう香りのシンフォニーがやばいです。やばいでしょそれ。うわーって、あのオーケストラが始まる時のあのうわーって音みたい。わかる。綺麗。あー、美味しい。それ美味しいでしょ。美味しい。これね、自家製の蜂蜜、タラとハゼの蜂蜜なんですって、うん、で、あの愛媛県のオーガニックレモンのガナッシュと合わせてるそうなんですけど。 What's going on? What's going on でしょそれ。今謎の反応になっちゃったんだけど、あとこの薄さも最高です。いいことおっしゃいますね。この、 あの平べったい四角のチョコレート、うん、この平べったさがいいんですよね、うん、きっと味をね、いい、広げてくれるでしょう、うん、いいですね。うわー、いや、ちょっとまだまだね、知りたいことだらけではありますが、あゆみさんまたぜひ、ちょっとチョコレート初心者、はい、かなり衝撃のチョコレート会になったので、ぜひまたいろいろと教えていただけたらと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。